皆さんこんにちは。森谷ドラムスクール講師の森谷亮太と申します。今回はシェイクビートというビートをご紹介していきたいと思います。シェイクビートというのはですね、8分刻みの8ビート、まあ、ツッツッタツッツッタツッっていう、まあ、8ビートに16分音符のスネアを絡めるというようなビートになります。シェイクビート、よく耳にしたことはあるんじゃないかと思います。というようなビートになりますね。で、まあ、今回はこれの、まあ、始め方というか、まあ、体の動かし方というか、そして、リズムの感じ方を、ご紹介できればなと思います。シェイクビート、一体どういうものか一度やってみます。シェイクビートの、楽譜が、まあ、こういう感じになってるんですけど、まあ、上の方ですね。で、まあ、ツッタン、ツタ、ツタ、ツンタ、ツ。これ、まあ、一応4つの、なんかこの、格に分かれてるような感じで、で、バスドラの位置がよくこう、左手に被ってしまうような人というのはですね、ここで、結構リズムを分かれちゃってるのがですね、こう、ツッツッタン、ツタ、ツタ、ツタ、ツッツッタン、ツタ、ツタ、ツタン、みたいな感じでこう、分かれちゃうみたいな感じで。で、まあ、ノーマルな普通の8ビートを叩いた時の体の感覚って、どっちかというと多分その2拍で分かれてると思うんですね。こう、ズッツッタッツー、ズッツッタッツー、こう、ズッツッタッツー、ズッツッタッツー。で、まあ、シェイクビートに戻った時も、ズッツッタンツタッツタッツタッっていうような体の感覚でいけると、ここの足が割とこう明確になってくると思うので、リズムの取り方的に、まあ、ずっつったん、つたつたつったんってこうやっちゃってたのを、ずっつったん、つた、つたつった。まあ、この2拍の感覚で割とこう取れると、まあ、シェイクビートやりやすくなってくるんではないでしょうか。といった感じです。まあ、今回は割とオーソドックスなパターンをご紹介させていただいたんですが、まあ、これにバスドラムの数を増やしていったりとかですね、ハイハットオープンクローズを入れていったりなんかすると、まあ、結構こうバリエーション豊かというか、はい、そんな感じのリズムになっていくと思います。まあ、そんな感じで今日は終わります。さよなら。